4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はエターナルスパーク、あと 200m、 先頭はエターナルスパーク、織姫ドリーム抜けた。2番手はエターナルスパーク、織姫ドリーム1着、織姫ドリーム1着、2着はエターナルスパーク。これは桁外れの強さだ、織姫ドリーム。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はスパイネイル、スパイネイル先頭、2番手はスパイネイル、残り 200m、 先頭はオータムリーガル、スパイネイル必死に追いすがります。オータムリーガル先頭、一気に大隅タイクーン、オータムリーガル大隅タイクーン1着、2着にはどうやらオータムリーガル、見事に勝ちました。大隅タイクーン、藤野真剣王完敗です。着外に沈みました。中山競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。メイショウナズカゼ、これは遅れてしまいました。アルエンゼル、こちらもダッシュがつきませんでした。花を切ったのはパイキシャトル、続いていくのがオールプリマドンナ、メイショウナズカゼ、すぐ後ろに東海ビグラス、その隣にハートオブジェット、最後方にマイネカトリーヌ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、依然として先頭は7番パイキシャトル、2馬身から3馬身のリード、少し開いて東海ビグラス、その隣にアルエンゼル、その横にオールプリマドンナ、メイショウナズカゼ。この馬もこのグループ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてパイキシャトル、2番手は東海ビグラス、アルエンゼル3番手。さあパイキシャトル、このまま逃げ切れるかどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はパイキシャトル、離れて東海ビグラス。さあ直線に入りました。これからの勝負、パイキシャトル先頭、後続大きくちぎれました。あと 200m、 パイキシャトル先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はマイネカトリーヌ、パイキシャトル、この馬で決まりか。パイキシャトル独走、パイキシャトルぶっちぎりです。パイキシャトル1着、2着はマイネカトリーヌ、これは桁外れの強さだ、パイキシャトル。
阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のアグネスグローリー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。シーキングザパール前に行きそうです。マッハラセーヌこれに続きます。その隣にボリーブリーヌ、内からは西のコース、アグネスメイト、そのうちに続いています。その隣にノットパーフェクト、その外からジャスミンテンザ、内からはエアアイランド、その隣にジャズセーバー、すぐ後ろにレディエトワール、黄色の帽子グレースアドマイヤ、その後ろすぐ後ろにアグネス・グローリー、メジロティアラ、そのうちに続いています。白の帽子シーズ・プリンセス、その後ろこれに続くのがファイブ・ワンダー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はボリーブリーグ、ノット・パーフェクト、ほとんど差がありません。ジャスミン・テンザ3番手、シーキング・ザ・パール B1 です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ボリーブリーグ先頭、差はほとんどない。2番手はアグネス・メイト、追いすがる。やはりシーキングザパール先頭だ。ここで先頭に立ったシーキングザパール、残り 100m、 シーキングザパールさらに突き放します。2番手はアグネスメイト、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝。シーキングザパール1着、2着はアグネスメイト、これが最強女王だ。シーキングザパール。Thank you.